はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書の3編の力試しの解説やっていきます。なので、ね、手元に参考書を用意してぜひ聞いてみてください。よし、じゃあ早速ね、1番からいきましょう。で、まず2問、方程式ですね。で、まあいっぱいやってきたと思うんですが、まあ括弧の前に数字がくっついているので、まず配ってやっていきましょう。で、6を配ると 6x、 これに配るとマイナス12、イコール括弧の前にマイナス3があるので、マイナス3配るとマイナス6、マイナス 9x と。で、左辺に文字がくっついているものを集めたいので、マイナス 9x をこっちに持ってくる。で、持ってくるとプラス 9x に変わるので、くっつけると 15x イコールマイナス12、こっちに持ってくるとプラス12、くっつけると6になります。で、これを両辺ね、15で割ると、ちょっとこっち行きますよ。これ割り切れません。で、割り切れないときは文字にくっついてる方が分母下に行きます。だから15分の6で、これ3で約分して x は5分の2と、こういう風になります。で、次ね、分数だってめんどくさいんですが、まずね、分数を消しに行きましょう。で、分母が4と6なので、12をかければ消すことができます。で、12をかけると、まあ他のね、動画でもやりましたが、12かけるとこれね、4と約分されて3が残ります。まあ、も残るものをね、ちょっと目印でつけておくと。で、こっちも約分すると2が残ります。で、ここは12になるね、12をかけてるから。で、書き直すと、分数の棒から落ちた時に括弧がくっつくので、3 × x+3、マイナス2が残ってるから、2 × x−1 イコール12となる。で、あとは上と同じようにね、配っていけばいいので、 3x+9、 これ3配りました。で、こっちにマイナス2を配るとマイナス 2x+2 イコール12です。で、これ x、 ここ計算すると x だね、残ってるのが x イコール、ここ足すと11です。で、こっちに持っていくとマイナス11になるので、12-11なんでね、ちょっとこれ書く場所変えよう。12-11=1。で、これはもう左辺が x になってくれたので、もうここで終了になります。まあ、これが方程式ですね。まあ、特訓のページもあるので、よかったらそっちもね、使ってみてください。で、次が比例式です。まあ、このね、点々が入ってますけど。で、これはもう中中外外、まあ、もしくは外外中中で解くことができるので、これまあどうしようか、外から行こっか、答えに合わせてね。で、外から行くと、かけて 5x。イコール、中中を掛け算するから、こうなります。で、あとはもうこれ解くだけです。ね。で、3を配ればいいから、イコール 3x−6。で、3x、左辺に持ってくると、マイナスに変わるから、くっつけて 2x。で、-6 で、両辺2で割れば、x イコール、-3 と。これで終了となります。で、次、分数になってるんですが、ひとまず中、中、外、外やっちゃいましょう。で、ここは文字が中しかないので、まあ、中を先に掛け算してしまうと、4分の 1x イコール、外、外が約分できるので、これ2分の7になりますね。で、これを4分の1が邪魔だから、両辺に4を掛けます。まあ、1分の4を掛けるって考えてもいいですけど、同じなんでね。4をかける。そうすると、じゃあ一応書こうか。書く、あるからね。4かける4分の 1x。で、右辺にもかける4。すると、消えるんだよね、約分で。x だけが残ると。で、こっちも約分すると2と1。つまり、x イコール14と。これで終わりですね。では、3番いきましょう。で、ちょっと問題読みますね、3番。x の方程式 4x+2a イコール 3
x-a-3 の解が2の時、a の値はいくつか求めなさいと。で、ちょっと何が違うかって、文字2個使ってますよね、みたいな感じなわけですよ。x と a がね。で、まあ、x の方程式ってまず言ってて、で、解が2って言ってるのね。ここキーワードなんですけど、x の方程式って言ってくれてて、解が2ってことは、x イコール2、これ代入しちゃいなよって言ってるんです。これだけ。だから x とも2に変えていいよって。で、変えていきます。で、これを、ね、4×2 って丁寧に変えてもいいんですが、もう死にが8って暗算できるものは暗算しちゃいましょう。だからね、ここ死にが8。これ掛け算隠れてるからね、足し算しちゃダメだよ。死にが8ね。で、a はそのまんまです。2a。カッコじゃない、イコール3カッコ2マイナス a マイナス3ですね。で、あとはこれもこっちと同じだからね、もう。で、あと解くだけです。で、やっていくと、8プラス 2a。ちょ、配りましょうか、ここ。3配ると、6マイナス 3a マイナス3。こっち行こうか。マイナス 3a、こっち持ってくると、プラス 3a に変わるので、これとくっつけると、5a になります。で、8、こっちに持ってくると、マイナス8です。で、くっつけると、マイナス5になるから、両辺、5で割って、a イコールマイナス1と。これで終了でございます。で、次が、文章題ですね。ちょっと読みましょうか、これも。家から、6km 離れた店まで行くのに、バス停まで時速4キロで歩いたと。で、そっから時速30キロのバスに乗っていったので25分かかりました。歩いた道のりとバスに乗っていた道のりをそれぞれ何キロか求めなさいと。で、まあ自分は表を使うのが好きなので表をちょっと書かせてもらいましょう。まあ見恥と歩いたとバスかな。ちょっとフリーハンドとかざっくり書きますけど、見恥。これ右入ってるかな、大丈夫かね。まあ、答えと同じ表だと思います。で、歩いたのとバスですね。で、埋めていくんですけど、まず求めたいものを決めます。で、今回、歩いた道のりとバスに乗ってた道のり決めたいので、まあ、歩いた方を X って置きます。で、もしテストの時に途中の式を書かされるようだったら、それも書いてください。歩いた道のりを XKM と置くって。で、それ答えに書いてあるんですけど、ちょっと板書の関係で入らないので、ここではカットしますけど、答えを参考にしてそれも書いてください。必ずね。なので、今歩いた道のり X です。で、そうすると、バスに乗ってた道のりが決まります。ここが 6-X。なぜかっていうと、全部で6しかないんです、道のり今回。6キロ離れた店だからね。だから、歩いた方が X だったら、じゃあバスに乗ってるのは全体の6から。歩いた X 引いた分しか残らないよねっていう。だからこうやって置くことができる。で、速さはもう書いてるように、歩いた方が4、こっちが30だね。で、2つの項目が揃ったら、その2つを使って、あと残りを置きます。どういうことかっていうと、時間っていうのは、見恥の公式で、道のり割る速さで求められます。道のり割る速さ。ってことは、x 割る4でここが求められるんです。時間は。で、x 割る4。こうだよね。だからここ4分の x って書ける。で、こっちも同じように書けば30分の6引く x と。ちょっとちっちゃくてごめんね。こうなる。で、今全部で時間が25分だったって言ってくれてるから、あ、じゃあここの時間を足したら25分だったんですね、と。で、式いけるやんって思うんですけど、一個注意があります、ここで。今回、歩いた方もバスも、速さの単位が時速を使ってます。ってことは、この4分の x と30分の6マイナス x の単位は時間なんです。時速を使ってるから。でもこれ25分なんです。時間、時間、分で式を作ることはできないので、この25分を時間に直します。で、この直し方覚えてください。分を、時間に直したかったら、下に60分のをくっつければいいんです。こうやって。ちょ、立っててごめんね。時間と。これで時間で単位が揃ったから、ごめんね、赤で書いちゃった。ごめん。
4分の x プラス30分の6マイナス x ね、歩いた時間、バスに乗った時間を足したら60分の25時間になりましたって。もちろんこう約分してても構わないんですけど、先にこれで式が完成で、もう分数が邪魔です。4、30、60でけえなって思うんですけど、ひとまず一番でっかいこの分母の60って数をかけてみる。全部消えないかなってやつ、だいたい消えるんです。消えなかったらそれの倍数120とかで攻めていきますけど、で今回60かけると4も30も全部約分できるんで、60かける4と約分すると15が残ります。プラス60と30約分すると2が残るので、分数から落ちてきたからカッコをつけます。ここは x しかいないんでカッコをつけなくていいです。どうせ外れちゃうからね、カッコね。でこれ60やると25はそのまま降りてくると。で、あとはこれ解くだけです。頑張りましょう。 15x2 を配ると 12-2x=25 で、-2x と 15x くっつけると 13x 12、こっち持ってくると -12 です。で、くっつけると13になるから、x13 で割れば x が1とこうなります。なので x は歩いた道のりだから、最後答え歩いた道のりが 1km。 ちょっとね、本当はバスに乗ったって書きたいんですけど、入らないんでバスの道のりって書きますね。道のりが6から1を引いた残りなので、ちょっと色がね、なくなってきちゃった。5km と。これで終了になります。ひとまず見端が出てきたら表は慣れるまで使った方がいいです。ミスが減ります。あとは、この単位の引っ掛けは結構出てくるので、ここ気をつけてください。で、最後が、現在、たかしくんが7歳。お父さん31歳です。で、お父さんの年齢が、たかしくんの年齢の3倍になるのは何年後か求めなさい。これちょっとよく出てくる問題なんですけど、これもまず、最初にね、途中式書かされるんだったら、答えにあるように、X 年後にお父さんの年齢が、たかしくんの年齢の3倍になるとするって書いてください。で、ここはちょっと書けないで書かないですけど、で、X 年経ったら、X 年経つんだよ。たかしくん今7歳なんで、X 年経ったら、たかしくんは7プラス X 歳になります。1年に1歳しか時経たないからね。で、お父さんも同じように、31たす X 歳に変わるだけなんです。で、あとは、お父さんの年齢、これが、たかしくんの年齢の3倍になるって言ってるだけなので、あと式。お父さんの年齢が、たかしくんの年齢の3倍っていうのはかける3だからね。あとはもうこれで終了です。はい、解くっていう。で、3配ればいいから、プラス x21 プラス 3x。こっち持ってくるとくっつけてマイナス 2x。持ってくるとくっつけてマイナス10になります。で、両方ね、マイナス2で割ればいいから、下入るか、入る。これで、x イコール5となるので、右下いけるか。だから、答え。何年後かって言われたら、5年後と。これで終了になります。で、途中式。書く場合はさっきも言ったように1行目をちゃんと書いてからこれを書きます。で、もし、答えだけで済む。ね、途中式書かないっていう問題だったら、時間が余ってたらこれ地道にやっても解けます、絶対に。だって7と31からスタートでしょ。1年後だったら8歳と32歳、これまで4倍か。9と33違う、10と34違う、11歳と35違う、12と36、あれ12と36って3倍じゃねみたいな。あ、ここか、何年後、1、2、3、4、5年後みたいな、そういう解き方もできます。はい、これ途中式書かないバージョンね。でも、こうやって、ちょっとこうね、泥臭い解き方にはなりますけど、一点でも多く取ろうっていうのはすごく大事なことなので、まあこういうこともできるよっていうのはね、頭の片隅に置いといてください。では、
今回は中学校1年生の問題集の力試しの3編、まあ3編のね、力試しの解説やっていきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。ではまた違うページの解説もやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。